1994年の公職選挙法改正で設置。1994年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。大阪府南部の内北部に位置する古い町並みと新興住宅街が共存するエリアである。宅地開発により泉市を中心に人口は増加している。中選挙区制度時代は旧国に属していた。 保守系の支持が厚く、自民党の中山太郎が、親譲りの固い地盤に支えられて、当選局発の選挙となる第41回衆議院議員総選挙で、空手家で、岸和田市議だった、新進党の大西安人を破り当選したのを、皮切りに、連続当選を続けてきた。しかし2003年には、民主党の中川治に比例復活による、初当選を許し、 当選局導入以来初めて野党議員が選出されることとなった。2005年の第44回衆議院議員総選挙では80歳を超えて、高齢ながらも小泉人気の恩恵を受け、中山が対象する。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、政権交代ムードによる自民党への逆風を跳ね返せず、中山は中川に敗れ落選した。 これにより、大正時代生まれの国会議員は、国会から姿を消した。また、1区の中馬後期と15区の竹本直一も、小選挙区で落選したため、小選挙区制度導入後の大阪府下における、自民党公認候補の連続当選記録は途絶えた。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、 中山の講演会で青年局長だった遠藤隆が当初所属していた自民党から日本維新の会に移籍し自民党は後に泉大津市長だった神谷昇を擁立保守分裂の選挙となり遠藤が神谷と中川原を破り初当選した2014年の第47回衆議院議員総選挙においても遠藤が小選挙区当選で再選を果たし 神谷は比例復活で初当選を果たした。2017年の第48回衆議院議員総選挙では、民進党が希望の党への合流並びに、日本維新の会との間で大阪府下の小選挙区に候補者を擁立しない協力を受けて、民進党の当選局区支部長で立候補予定者だった川戸康次は希望の党に移籍し、 兵庫県第9区に国外出馬となった。その中で、前回同様3人の争いとなり、遠藤が小選挙区で、神谷が比例復活で当選を果たした。2021年の第49回衆議院議員総選挙では遠藤が、初当選以来の10万票を超えかつ、過去最多の得票数を得て、神谷と立憲民主党所属となり出馬した。 川との比例復活を許さず当選を果たした。第49回衆議院議員総選挙10月31日、大阪府第18区時の内閣、第1次、岸田内閣解散日、2021年10月14日、公示日、2021年10月19日当日、有権者数、43万4309人最終、投票率、 52.91%第48回衆議院議員。総選挙10月22日大阪府第18区時の内閣、第3次安倍第3次改造内閣解散日。2017年9月28日公示日。2017年10月10日、当日有権者数、43万7120人。最終投票率 46.、46.27%第47回衆議院議員。 総選挙12月14日、大阪府第18区時の内閣、第2次、安倍改造内閣解散日、2014年11月21日公示日、2014年12月2日、当日有権者数、42万5818人、最終投票率 48.、48.70%第46回衆議院議員、総選挙12月16日大阪府第18区時の内閣、 野田第3次改造内閣解散日、2012年11月16日公示日、2012年12月4日、当日有権者数、425,921人、最終投票率 55.、55.94%第45回衆議院議員、総選挙8月30日。大阪府第18区次の内閣、麻生内閣解散日。 2009年7月21日公示日、2009年8月18日当日、有権者数、42万4742人、最終投票率 65.、65.49%第44回衆議院議員、総選挙9月11日大阪府第18区時の、内閣、第2次、小泉改造内閣解散日、2005年8月8日、 公示日、2005年8月30日当日、有権者数、42万929人最終、投票率 64.、64.19%第43回衆議院議員、総選挙11月9日、大阪府第18区時の内閣、第1次小泉第2次改造内閣解散日、2003年10月10日、公示日、2003年10月28日当日、有権者数、 417,574人、最終投票率 56.、56.25%第42回衆議院議員、総選挙6月25日大阪府第18区時の、内閣、第1次、森内閣解散日、2000年6月2日、公示日、2000年6月13日第41回衆議院議員、 総選挙10月20日大阪府第18区時の内閣第1次橋本内閣解散日1996年9月27日公示日1996年10月8日ありがとうございます